はい、どうも百鬼にです。今回ダイソーに行ってきました。今日気になった商品こちらになります。防水 Bluetooth スピーカー、またねちょっとスピーカーを見つけたんで買ってみました。今回のは IPX6 防水仕様となってるんですね。以前紹介した、ダイソーさんで売ってた、スピーカーは防滴スピーカーで IPX4 の、生活防水程度のものなんですけど、こちら、6ということでもう防水仕様となってます。で、通信範囲10メーター、充電式で音量調整可能で、こっちはカラビナ付きとなってますね。こちら発売元というかね、製造、メーカー株式会社さんという形になってまして、これね、価格が1100円。で、ちょっとパッケージからしてね、メーカーさんの商品っていうのもあるのかもしれないんですが、よくスリーピーとかに売ってるタイプのパッケージの商品かなと思います。もうダイソー行ったらね、お店によってはほんとこのスリーピーっぽいパッケージっていうんですかね、価格表示が、ちょっといつものダイソーさんの価格表示とは、ちょっと雰囲気の違う表示の仕方されてるやつがたまに売ってるんで、ちょっとスリーピーとかに、並んでる商品かなというところはあるんですけど、はい。ただ、防水スピーカーってね、ダイソーさん自体にはあんま見たことなかったんで、今回ちょっと見つけたので買ってみました。ちょっと1000円なんでね、ちょっと値段はしますけど。で、これ色はね、特に見た感じなくて、どうも黒っぽいだけのようなんですよね。ということなんで、またちょっとスピーカーの方ね、試してみようかなと思って買ってみたので、じっくり見ていきたいなと思います。これ後ろ見るとね、特徴が書いてまして、パソコンや、スマートフォンやパソコンなどの Bluetooth 機器の音楽を再生。本体のボタンで静止再生、音量調整可能。IPX6 防水仕様ということなんで、キッチンや洗面所、キャンプやバーベキューなどアウトドア先の水回りで音楽を楽しめる。IPX6 っていうのが多方向の水の噴射に対して保護するものということで、完全防水ではありませんということにはなってます。だから水につけても大丈夫かっていうわけではない。あくまでこう水がバーッといろんなとこからかかっても、ある程度水からの影響は受けにくいという商品ですね。完全防水ではないので、そこだけ注意が必要です。ダイソーさんから出てるね、以前紹介したものも、防滴スピーカーとはなってますけど、ある程度ね、水の侵入は防いでくれる仕様にはなってるので、水の中にね、例えばお風呂場、浴槽に沈めるとか、そういうのは多分ね、対応してないと思います。ただこれも、あくまでね、ここに記載はあるんですけど、防水機能は IPX6 相当の防水機能を有していますが、完全防水ではありません。強い水圧に長時間さらしたり、水中ではご使用にならないでくださいということですから、はい。水に落としてもすぐ拾えば問題ないっていうことですね。水中の中で完全につけたまま音を流すっていうのには対応してはないということだけ注意が必要かなと思います。故障の原因なんでね、そういった使い方する場合はもう自己責任ということになります。じゃあちょっと中早速ね、開けて、実際ちょっといつも通り試してみようかなと思います。借金。中開けると内容物はこちらになりますね。充電用のケーブル、マイクロ B のケーブルが1本入ってます。説明書。あとカラビナが1つついてますね。で、本体です。こちらはね、お風呂場用に吸盤がついてるとかそういったタイプではないので、こういうデザインで。デザイン的にはこれかっこいいデザインですよね。で、カラビナが付けれるので、こういう形で。はい、持ち運ぶのにも使える。で、ボディもね、結構こうしっかりしてる感じで、デザイン的にもね、アウトドア仕様という感じにも見えますね。確かに。あんまりね、個人的には推奨しないですけど、登山行く時のね、リュックとかにつけて、音楽流しながら歩きたい人、あんまりいないと思うんですけどね。はい。音楽流したりもできるし、キャンプしてる時にね、タープとかにこう、フックにぶら下げるのにも使えるスピーカーっていう感じにはなります。デザイン的にも結構ゴツゴツしてて、かっこいいですしね、これ。この側面にね、ボタンがあって、プラス、マイナス、音量調整とかはこちらでするんだと思うんで、
操作は、従来通り今まであったね、スピーカー、防滴スピーカーとかと一緒で、もう長押しすれば音量が上がる、単押し、一回押せば、曲送りとか、ね、曲戻りとか、はい、そういう形になるようです。で、USB と書いてある、ここが、とね、こうやって、ちょっと開きます。で、まあまあ、しっかりしたシリコン製のね、もので、ここにケーブル挿せば充電できる。で、しっかり閉じておけば、まあ、水も入らないという仕様になってます。で、こちらが、まあ、再生と一時停止のボタン。ここが電源ボタンですね。で、これまた充電してるとどうなるのかですよね。ちょっと充電、ケーブルね、またいつものように挿してみます。はい、充電挿すと、こちらに赤いランプがつきます。なんかこれが赤いランプが充電中のランプですね。約ね、90分充電時間ということです。全くフルに充電するのにだいたい1時間半ぐらいかかるようで、この接続した状態でこの赤いランプが消えれば、一応充電が完了したという形になるみたいですね。まあ、使い方は本当簡単ですね。あと、もうこれ後だから抜いてしまったら、はい、しっかりこの蓋だけはね、はい、しっかり閉じてやれば、防水仕様になりますので、問題ない感じです。まあ、これ後はね、いつも通りに、また、ペアリングからやっていきたいと思いますんで、ここ、3秒長押しだそうです。だから、ちょっと当たったとかだけじゃ、スイッチが入ることはない。長押ししたら、こんな形で。で、ここのランプがね、点滅してるんで、これでまたペアリング先を今探してる状態ですね。ということで、いつものようにペアリングするとですね、ここデバイス名がキャンプミュージックっていうデバイス名になってます。ほんとキャンプ用、アウトドア用って感じの Bluetooth のスピーカーですね。まあこれもいつも通り、ここをタップしてやれば、はい。もうこれで接続されました。じゃあ、いつものフリー音楽の方をまたね、ちょっと流して、音の感じを聞いてみたいなと思います。聞いた感じこんな感じで、音もね悪くないですね。ノイズとかもあんまり耳には特に聞こえてこなかったんで、ほんとキャンプミュージックとなってたぐらいですから、まあ本当アウトドア用に作られてる感じには思います。まあ、デザインもね結構こうゴツゴツしてて、キャンプっぽい感じを出してるかなとも思いますし、まあこのカラビナはついてるからね、フックにぶら下げてっていうのも使えますから。であとはまあデザイン的にこうやってテーブルに置いておくっていうのも、音の聞こえ方はね、ここ前面からこうバーッと聞こえるんで、そんなに向きがどうこうっていう聞こえ方にね、大きな違いはそんな出てこなかったかなと思いましたね、今。こうやってぶら下げてね、こうぐるーっと回してみましたけど、音にそんなに大きく違いみたいなのは感じませんでした。まあ、あと、そうですね、気になるとしたら、このボタン操作が、ちょっと硬い感じはするんですよね、やっぱり。で、だから、音量の調整するときに、結構、グッと押さないと使えないんで、そこがちょっと、もう少し柔らかい感じのボタンだったら、使いやすいかなとは思いますね。操作がね、こう、まあ、ぶら下げてて、こう、押すときに、ここのプラス押すとき、グッと押さないといけないんですけど、この指先がね、
プラスの対象になる方、こっちが再生ボタンがあるので、ついここをグッと押すときに親指が当たっちゃうんですよね、ここに。まあ、このあたりがちょっと気になる点の一つかなぐらいです。こっちだと、こうグッと押すと、マイナス押すときにね、こういう風に持っちゃうと、電源ボタンなんで、電源切れます。はい。で、ただ、ま、ほんとこれをね、グッと押すのに、ちょっとね、力の入れるポイントが、このボタンを避けて持たないと使いにくいっていう点がちょっと、まあ、使いにくいかなというところはあるんですけど、防水仕様という点もあって、まあ、値段はね、防滴のタイプがね、こちらダイソーさんで防滴スピーカーを、2種類買ったんですが、こちらはね、500円ずつ。こちらが1000円なんですけど、音的には、まあ、そんなに大差ないかなっていう感じはします。どれもね。ちょっと個人的に思ったのは、このダイソーさんの分がちょっとノイズがあってこもるかなという感じなんですけど、それ以外はそんなに大きな差はないなという感じで、はい、まあこちらはね、防滴スピーカーということなんで、まあお風呂場で使うのにちょうどいいかなという感じなんですけど、まあこれは、防水仕様ということもあるので、アウトドアで使うのにちょうどいいですね、このスピーカーは。こちらは通話とかのね、そういった機能はなく、本当スピーカーのみになります。まあ、ただ、やっぱり防水タイプという点が一ついいなという点と、まあ、見た目ですよね。デザインがかっこいいなと思ったので。まあ、メーカーさんの商品ってね、結構ダイソーさんだけじゃなくて、雑貨屋さんみたいなね、ショッピングモールとかによくある雑貨系のお店行ったり、そういったとこでもね、最近ちょっとよく見かけるんですよね。メーカーさんって。だから、同じような感じで、まあ、売ってるお店もあるかなとは思いますが、はい、こちらはちょっと今回ダイソーさんの方で見つけたので、ちょっと試しに買ってみました。ジャンコードはね、こちらになります。メーカー株式会社さんの、まあ、防水スピーカーになります。まあ、デザインがね、こっちはかっこいいんで、ちょっと1000円と値段は上がりますけど、まあ、お風呂場で使いたい時とかも使えるし、まあ、キッチンでも使えるし、まあ、ちょっと水の心配しなくて使える点では、水回りで使うスピーカーとしてはいいかもしれませんね。で、使わないときは電源をここ切る。これも長押しすれば。はい。これで切れますので。はい。まあ、カラビナもついてますし、デバイス名もキャンプミュージックっていう名前になってるぐらいですから、まあ、アウトドアで使うタイプのアウトドア用のスピーカーっていう感じになってます。まあ、気になる方はね、こちら多分ね、ダイソーさんってよりね、スリーピーが一緒になってるダイソーさん。行くとある可能性が高いかなと。スリーピーの入ってないダイソーさんだとちょっと難しいのかなっていう感じですね。このパッケージがね、スリーピーに置いてそうなパッケージのデザインなんで、もしこちら気になる方は多分ダイソーよりスリーピーが入ってるダイソーさん、はい、探しに行った方がいいかなとは思います。これ僕が買ったところも一緒にスリーピーと一緒になってる店舗だったんで、まあ、ただ置いてたのはダイソーさんのスピーカーコーナーで見つけました。まあ、気になる方は、はい、一応今のジャンコードとか参考にお問い合わせするか、はい、探しに行ってみてください。じゃあ今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。